じゃあ今回一体どんな企画をやるのか、ジャックポットボートレース。ジャックポットボートレース、はい。出走表とか閉じて見ないから、使わないから今回だから、ね、出走表は一切使いません。はい、好きなボックス。え、嘘だろ。僕僕やったよ。神回だ。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。エイドセイポニーです。はい、シトです。ということで今回もやってまいりました、ジャックポットボートレース。前回はね、まあほぼプラマイゼロと、まあ勝ったと言ってもいいでしょうね、うん、そのおかげでちょっと乗り気です。今日これから琵琶湖の配信なので、うん、決めなくちゃいけないんで、ちょっと早く解明相談しましょう。はい、ということで、しとくんちょっと買い目の方をね、うん、相談して決めていきたいと思うんですけれども、はい、前回の動画覚えてますか？覚えてる、はい、反省点あったね。反省点いくつか、まあ、2つ修正点があると思うんだけど、はい、1個は、まあ、6を絡めましょうっていうのと、買い目を事前に決めるんじゃなくて相談しながら決めていきましょうっていう、はい、ところなんですけど、どういう感じですか、うん、前回確かラスタで10万周出てたのよ。ってことはもうやっぱりラスタなんじゃねえかっていうところで本当は差し子がいいんだけど、まあ、6を絡めなくちゃいけないっていう前提だから、サゴロでいいかなみたいな、うん、そしたら俺は2サーロにするわ。5と2みたいな感じか。そうだね、ほぼほぼ被ってるけどね。でもそんなちょっとのズレなんだよね。結局満州が出るところ、まあ、とりあえず買っていきましょう。買っていきましょう。もうあの配信始まるんでお願いします。はい、ということでやっていきます。いつも通りまず6万円入れて、はい、で入金します。今回ねちょっとシト君がいないからちょっと変な感じではあるんですけれども、で女王選択は任されたので、どこ行こうかな。今日ちょっとね開催が少ないから、とりあえず戸田津で、宮島が G1 やってるんでちょっと宮島やりたいなーっていうのと、あと1個どうしようかな、小島かな、やっぱり、うん、小島で行きましょうかね。で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 と、で首都くんが2,3,6と、はい、288ベッド。とはい、サゴロが私ですね、ラスタと。見慣れたでしょこの5万7600円朝一消えるっていうのもね、こちらで投票します。 OK 買ってきましたよ、シャグー。ということで皆さん後ほど寝かせます。おはようございます。いや、こんばんはです。はい、ということで開封の儀をね、開封の儀をやっていこうと、はい、いきますよ。はい、2400円、いつも通り2400円残してる。で次の桁も確定してますね。次の桁も0。ただ的中があるのであれば0以外の数字が絶対あります。チャンスアップになると。だから的中が確定するかどうかっていうのは次で決まりますね。いきますよ。はい、あー、おーい、スタイリッシュ、スタイリッシュだね。クレイジー。いやー、ちょっと今びっくりしちゃった。しかも考えてみなさい、はい、今回のラスタ2,3,6で敵中だ。あー、もうこれは満州は期待しちゃうよね。もらったと言っていい。こっからが楽しいのよ。こっからそうそうそう。俺ここまで来るまでつまんないから、いつも本当に、まあ、とりあえず5の方だと思うんで、う、まあ、この桁は0じゃないことが重要なんで、そうそうそう、5か、まあ5だねこれは。マーベラス、マーベラス。とりあえず次の桁はパッといきましょう。はい、650円となってるの で次の桁が勝負です、うん、ある程度。次の桁なんか理想系ある？理想は01でしょ。01だったら万の桁が。あ、そうだね、0か1か2でもいい。200円ってことはない。あ、そうだね、まあ、2だと濃厚だね。濃厚だね。確定は01は確定、0と1が確定、満州確定みたい、うん、満州っていうか満以上確定。寒いのが意外と5とか7とかこの辺のレンジ、ね、3000円ぐらいっていうことが一番ね微妙なところだからね。まあまあとりあえず、まあ、とりあえずまずカンマが来ますから、はい、下にカンマがありますから、でいきますよ、はい、0、1、2を期待してます。3でワンチャン、福岡の丸が来るかどうか。なんか下に見えてるな。2じゃね？え、どこ？いや多分2だと思うんだ。多分ね、今俺の目には見えてる。これうん。あ、俺も見えてるね。なん、ちょっと見えてる。いや、なんだろうこれ。1、2、4、3、4、5、6、7、
8じゃね、8って上にも出るでしょ。これ何 5？ あ、5じゃね、あ、5だよこれ多分。5これ、もう一回じゃ、まあまあいきましょうか、まあ、はい、あ、6だ。あ、6、あ、なるほどなるほどなるほど。我々さっき飛ばしちゃったからさ、6を、うん、そうだね、この形をね見過ごしたけど、ただね、6はね寒いよ、微妙だね。4000円の払い戻しぐらいで終わってる可能性あるんだよ。4000何円でありえるんだよ。ちょっと何とも言えないね、うん、この桁。6に A1 とかがいて、うん、4000円ぐらいの配当みたいなのは全然考えられるから、うん、まあ、とりあえず6っていうことを確認しましょう。まあ6000円、そうだね、はいはい、いいですか、はい、じゃあちょっと次、次の桁、まあ、希望はゼロです。最悪6以上、6以上だね、うん、6以上で勝利確定。そう、これゼロあるぜ。いやー全然あるよ。ゼロっていうか、その、あ、何もないっていう、何もいらっしゃらないはあるよこれ。いきますよ、行ってみよう。嫌なんだよな、絞ってね。もういた。いた早い段階。あんた早いんだよそれ。いやだって結構近めにいるんだもん。6に寄りすぎ。4だろこれ。4だとちょい負けなんだよ。なんとも言えないなこれ。すげえんだよ。でも行きますよ。はい。うわー4だ。神は簡単に勝たしてくれない。ね、ただですよ師匠くん。1がいるかもしれない。まだわからない。我々は次の桁が重要だ。でも重要なのはさ、うん、5桁目があったことだから。そう。いきます、はい、とりあえずまず4を確認しましょう冷静に、はい、はいはい、46,650円。 OK、 意外と負けないねジャックポット。じゃあちょうど 75% ぐらいは刈られてる。確かにちょうどねそういう感じになって、確かに 25% 刈られてる感あるよね。これ次の桁が1以上だったらもういいよ。ちょっと俺 iPhone 落としそう。それで1があったらいきますよ、はい、確率は多分 10% 以下です。4がまた見えてきたら熱い。お願いだ。甘くないな、本当に甘くない。はい、ということで的中一覧ちょっと見てみましょう。結構当たってる。めっちゃ当たってんじゃん。両方とも当たってるね。4万、ん？2万。ミサーロとサゴロ両方。対して取ってないんだ。あれこれなんか変換とかある？あのさ、これミサーロ460、明らかおかしくね？これ。変換系だと思う。素の12レースみたいな。2人仲良く当たったし。でもやっぱ満州持ってったのはサゴロだね。俺じゃん。うん。オールサゴロ、満州俺よ。よくサゴロ2本も取ったね。褒めて。まあすごいわ。単純勝利だって大して来ないはずのボックスだから。うわーなんか悔しいねこれ。まあそもそも今日10万周出てたのかどうかっていう話もあるじゃん。まあね、ちょっと見てみましょうかそこをね、うん、はい、ということで本日の結果一覧の方を見ていきたいと思いますが、戸田でしょ、戸田のこれ取ったよね、うん、で今日琵琶湖我々やってて、まあ、10万周出たのは知ってるんだよ。あ、うん、でも琵琶湖やってない。まあちょっとやらないから。あーこれ641三国146ボックスだとこことここ取れてるよ。なぜかこれほら。なるほどね。ただね一個気づいたのが146系はちょっと取りづらいよね。いやでもね今日146だったらまあやんないけど、琵琶湖でも10万周出たでしょ。本当だ。でここで魔の目だね三国に、だから今日多分ね146が当たりの日だった可能性あるよね、うん、戸田津宮島、宮島だね。あれサゴロ、あここ唯一の満州取ってますねサゴロで。お、でもやっぱ6を絡ませるっていうのは絶対じゃない。ほらまあ琵琶湖やってないけど絶対6でしょ。ここも6だ。あてか6を絡めてれば多分1入れてもいいわ。で次回ちょっとジャックポット江戸セポネ6と1を絡めたボックスを買おうかなと思って。そうですね、まあもう運ゲーですけど研究に研究を重ねていきたいと思います。はい、ということで引き続き首都と江戸のジャックポットボートレースよろしくお願いします。お願いします。ではまた。では早くお金返してしとく。チャンネル登録よろしく。金返せ貴様。乗り打ちだぞ乗り打ちだぞ乗り打ちだぞ。